こんにちは今回は陰謀論の「イン」とでもしときましょうかねあの宗教の話吉田さんがされてましたけども宗教も陰謀論も、まあ、私はね似たようなものだと思うんですよ、まあ、つまり信じることによってもうね思考をしなくていいからもう悩みがなくなるんですよですんで人生における目的の一つに悩みから解放されたいっていうのがあるじゃないですか だからその悩みから解放する方法が大きく分ける2つあってその自分の悩みをね、えー、追求して克服していくっていう方法ですよね、えー、例えばお金がない健康に悩んでるモテない仕事がないなんか生きていてつまんないってねいろんな悩みがありますけどもそれを信じるっていう思考停止に入ることによってあなるほど今自分がこういうふうに不満を感じてるのは 神様から試されているんだそして神様がこうしろああしろっていう風な指示を与えてくれたそれを一生懸命やってれば自分は幸せになるに違いないとだからこの幸せにつながる今日の苦痛は幸せの一部なんだっていう風に思えると今日大変な思いをしても今日家族とうまくいかなくなっても今日仕事を失ってもあこれは神様が見てくれてるからこういう風な犠牲の上に明日にはあさってには 自分は幸せになれるかもしれない。やった万歳ってなるわけですよね。つまり、信じることによって、思考を停止してですね、もう問題解決しなくなるんですよ。問題解決は、神様がきちんとやってくれてるから、自分は神様の言われてる通りに、生きていこうと。万歳って感じですよね。で、もう一つの自分の悩みを克服する方法としては、持てないんだったら、 神様は見てくれてるかもしれないけども、まあでも自分のやることって大きいよねと。まずは目の前の人と丁寧に接していくこと。ひいては自分が好みと思える異性に知り合った時に、もしくは同性に知り合った時に、この人と何とか添い遂げることはできないだろうか。よし、この人に惚れられるような人生を送っていこうという風にね、考えていく。そのために年収を上げたり、見てくれを良くしたり、言葉遣いを覚えたりとか、自分の こうスキルを上げていく。自分が相手の好みの自分になっていく。つまり変化と成長を求めていくってことですよね。まあそうすると、これだけ自分は変化と成長を繰り返してるわけだから、もし仮に自分の思いが遂げられなくても、まあ自分は進歩しているから、また新しいご縁があるよねって思えるような感じですよね。あくまでも神様が何かをしてくれることを期待するんではなくて、神様がいつも見てくれているから、心強いなと。 どんな大きな目標に挑戦してくじけた時でも神様だけは見ていてくれて自分を温かくね励ましてくれるはずだっていうぐらいのものにしていくとまあいいのかなと思うんですよね。まあ、それからね「宗教と陰謀論」っていう今日はタイトルでお話してるんですけども結局あれですよ陰謀論っていうのも何で世の中の仕組みがこうなってるのか っていうのに悩まなくなるんですよ。ね。裏社会の権力者が、結局は私たちを操作して、私たちを奴隷化してるから、だからどんなに頑張ってもうまくいかないんだっていうふうにね。うまくいかないことを自分がやってないからとか、社会の当たり前の競争があるからとか、あなんかそういう風に考えるんじゃなくて、解決方法を見出そうと考えるんじゃなくてあ、うまくいかないのは闇の政府がね、ディープステートが自分たちを邪魔してるからだと。 人類削減計画をしてるから私たちはあ,のあれこれ手を尽くしてもダメなんだっていうふうにねもう思考してもしょうがないと考えてもしょうがないしやってもしょうがないっていうふうになっちゃうのが陰謀論なんじゃないかなと思うんですよ。で陰謀論っていうのは結局陰謀ではないですからこんな陰謀があるんじゃなかろうかと勝手に想像したものが広まっていって誰も発起人はいないのにその想像が支配をしてしまう思考の支配をしてしまうってことじゃないかなと思うんですよ。 だから宗教と陰謀論が似てるのは考えるのを諦めてね、うん、その裏社会のルールとか闇の政府とかねもしくは神様ってものにもう一気にゴールインしてしまうのかそれとも神様は闇の政府はいると思うけどもまあそこの影響が及ぶ前に自分のできることからやっていけばいいんじゃないのと。 自分のできることをやればもっともっと見えやすくなるんじゃないのかな分かりやすくなるんじゃないかなたどり着けるんじゃないかなっていうふうに常に闇の政府とか神様みたいな遠い世界のことを見るんじゃなくてね自分の足元を見ていくことなんじゃないかなと思うんですよ。まあ、そうするとね何て言うんですかあのー、別に億万長者になるとは言わないけども月収30万50万程度は自分が頑張るだけで神様の力も借りなくてもディープステートの妨害があろうがなかろうが関係なくいけますよ。 ね、まあプラス30万50万も難しそうだと思うんだったらプラス3万5万どうですかって話ですよプラス3万5万の月の副収入から始めていただいてあいけるなと思ったらまたさらに数千円数万円増やせばいい話でしょう神様がね手を貸してくれなくてもそのぐらいはやりましょうよって話ですね以上陰謀論でしたいっらっしゃい